少年バヤから俺らこのコンテンツの中の一人になりたいと思った牛魔王お前のと牛魔王どうも、カモカリです。伊沢です。少年バヤへようこそということで伊沢さん、はいはい、とうとう少年バヤ YouTube チャンネル開設でございます。ついに始動しましたね。まず、まあ、僕たちを知らない人もいらっしゃると思うんですけど、そうですね、はい、もちろん、自己紹介します、はい、俳優やってます、鎌狩健太、37歳です蚊が来た伊沢祐希と申します。同じく俳優やっていまして、今年29歳になる年です。はい、よろしくお願いします。お願いします。 なんかすごい照れるね。なんかギリシャクするというか、なんか照れるというか。じゃあだって1本目やからさ。いや、そうっすよ。こういう座り方とか大丈夫ですか？この座り方良くないですかね？やめた方がいいですか？こうします？逆にどっちがいいですか？それ、これ鬼きついわ少年バーっていうのを僕らが今組んで、まあ、発表したのが3月。まずね、少年バーっていうのは少年バーやから俺ら、そうっすね、少年バーでどうって言ったやん、うん、あんまりって言われると思ったらめちゃくちゃいいじゃないですか。めちゃくちゃ良くて、まあケンケンさんだったら40を迎える年、僕だと30を迎える年だったりとかっていうのが、うん、感覚で言うとやっぱ少年バーで頑張ってきてるっていうのが、うん、なんかここ数年ずっと頭にあって、ね、子供の心を持ってる少年でもなんかバーって大人の人がね通う場所だったりとかっていう、大人だけど子供の心を持ってる、うん、少年バー、これめちゃくちゃ良くないっすかっつってね、そう、もう速攻決めましたね。ね、嬉しかったわあれ。まあ、ゆきと組んだのは、はい、遊びたいなと思って。まあそうっすよね、うん、舞台とかでもね、あの合間とかでずっと2人で遊んでたりとか、ずっと遊んでましたね、うん、でもなんか1個やるときにガッてなれる人やったから、あ、自分たちでやり始めたことだからできることとか失敗することとかあると思いますけど、はい、まあ、やらんとな時代になったなと思って、やりたいなって、うん、そのもともと少年バーっていうイベントが毎月、はい、あのまあ、あの今配信でやってるじゃないですか、はい、ここからなぜ YouTube の方にこう派生していったのかっていうのは、今年ちょっと変わりたいなと思って、はい、ダイエットしたんですよ、うん、はいはい、まあ、YouTube 見ながら勉強してとか、うん、はいはい、本当にそれに命かけてる人たち、うん、人生かけてる人たちのとか見させてもらって、あ、すごいねんなと思って、別に YouTube って楽しいとかじゃなくていろんな人おんねんなと思って、はい、このコンテンツの中の一人になりたいと思ったの、ね、あ、自分が作る場所を作ること、はい、少年バーとして、うん、一つまず僕は、はい、もっと広めたいとか、もっと知ってほしいとか、やってほしいっていうのがビリヤードなんです。おー、でも結構前から言ってますもんね、そういうのがね。例えばそれこそファンの方とビリヤードイベントとかもしてたし、はいはい、なんか雑誌に取り上げていただいたこともあるけど、ビリヤード楽しいねんぞって、かっこいいねんぞっていうのをたくさん見てきたから、はい、それを伝えたいとか。ああ、いいと思いますよ、いいと思います、いいと思います。で、やっぱプロの人たちもいろんなチャンネルやってて、すごいためになるし、俺めっちゃ勉強できるし、うん、それもあるけど、僕やからこそなんか伝えれる人とか、うん、なんか伝えられることとか、うん、何かのほんと1ミリでいいんです僕は。ビリヤードっていう業界の1ミリのなんここのに入りたい。なんかそれで言うと、うん、なんか僕何しようかなっていうのはちょっとありますね。何したいの？ゆうき、実際。いや、僕ね、正直、うん、昔から結構手広くいろんなことやってるんですよ、うん、ダンスは小学校からやってたりとか、うん、絵を描くの好きだったりとか、うん、洋服が好きだったりとか、何をこう、主軸にしていったらいいのかなっていうの。いいんじゃない？じゃあ、ゴリゴリに探していけばいいんだよ。だって、あ、そうっすね。だってさ、これがオファーをもらった仕事やったら、うん、失敗できへん、それこそ、はい、ダサいとこも見せられるとか、ね、伊沢ゆうきブランドがあるから、はい、何伊沢ゆうきブランドって。え、だいぶ、だいぶいい調子あんなよ。だいぶいいブランドです。さあ、すな、はい、でも俺は究極、なんか究極の器用貧乏になってもいいんじゃないかなとか思ったけどね。あ、まあ、それはもう究極の究極の器用富豪よ
そっか、だからできないことのチャレンジでもいいわけですよね。で、それは見たい、ちょっと。あー、そつなくこなす伊沢が苦戦するっていうか。じゃあ自分で言うんちゃうの。いやー、出るか。出ちゃう。だからそれこそ僕が他のなんかツールでこう皆さんとお会いするときとかはできるもの、完成するものをきっと見せてると思うんですけど、完成するまでのなんかこう過程をね見せれるものだと思うんで。そうね。そこはなんかそういう取り組み方をしていきたいなって思いますね。でもなんか今までは20代前半の時とかは完璧にこなしてる自分がかっこいいとかありましたけど、やっぱこう大人になっていくにつれて人間味が溢れていった方がなんか泥臭いというかね、父の背中を見てたりとかするとなんかこう、父っていうのはドラゴンボール、ね、うちの父ですね。なるほど、はい、ややこしいからお前が父って言うたら、だから、牛魔王。いや、おめろと牛魔王。はい、牛魔王の、やっぱ背中を見てると、やっぱそういう風にね、なんかもがきながら、こう頑張ってる姿、かっこいいな。いや、もう入ってこい、牛魔王がもがきながらしか入ってこいから。本当に。なんかやりたいなっていうのは、うちのチャンネルのなんか欲しいっすね。後ろ、ここ空いてるし。やろう。一緒に例えば書いて。もうやりたいって思ったことは、全部やろう。全部やろう。全部やりますか。だって子供ってさ、すごいね、やりたいと思ったら全部やるね。確かに。だからさ、できるだけブレーキ踏まん、アクセルのみ、時たま踏もう。カーブとかえぐいっすよ、アクセルのみだったら。うーん、ゴローンってなりますから、なるからな、本当になるからな。そうで、普段ブレーキかけないもんだから、ブレーキのかけ方もあんま分かんないから、急にピッて踏むでしょ、キャーンなりますからね。なるな。本当に。こういう会話しか僕らしてませんから。もう今回重たいよ。なんもできへんやんと思って。ああ。メールのやり取りやったことなかったんやみたいな。あ、まあ社会経験で言うとね。普通の人がやれること。はい。こんなこともできへんのかと。うん。わしは。ほんまに重た。でも確かに最初はその多分。ゼロからのスタートだったと思うんですけど、そっからの伸び率エグいっすよ今。マジで、あ、思ってくれるの。いや、マジでエグいっすよ。一番最初は、うん、あのドラゴンボールのラディッツが、うん、こうピストルバーンって向けられて、うん、でパッて取ってバーンって打ち返したあの畑のおじさんぐらいだったんですよ。戦闘力5か、ゴミ名の人だったんですけど、うん、今だいたい多分天津飯ぐらいあります。結構いったね。ベジータたちが襲ってきた時の天津飯結構強いね。最初の人望のみだけど、ドラゴンボールだけで大好きすぎて、ね、俺も好きやけど、はい、広げんなって。まあ、はい、こういう感じで、はい、いろいろ僕ら走っていきますので、この動画だけでチャンネル登録してくださいとか言えないんで。そうですね。いつか見て面白かったらあのチャンネル登録してください。そうっすね。うん、確かに それは間違いない。というわけで、はい、少年バーとうとう終了しましたので、はい、今後とも、ぜひ少年バー追いかけてください。ありがとうございます。では、バイバイ。バイバイ。